ン散歩こんにちは、おはようございます。明けおめってことで今日は始まりましたカンたちと散歩。先にあのテレビの方に進出して俺をパクってこうね、なんかこいつなんかイケてんじゃんってつい勘違いされちゃった場合は、あの変な お笑いおじさんになりたくないんで、まずかっこいいアルバム作ってるんでこれ出して、殴り込みに行くんで、ちゃんとはい、頼むぜよ。それだけ言いたかったですね、うん、なんでこれ、まあ、だからいろいろ社長の言い分はたくさんあった中、うん、あまりにもなんかカットされたりなんか変な縛りで言えなかったが、しかし、うん、ここで言っとくぞと、うん、どうなったんで、どう、そのおじさんにもこれね、もうプルプルなんだよ、プルプルなんだよ。もう始めた、どうぞください、これどうぞください、これね、プルプルなんですよ、はい、もうこの見た目がプルプルな白レバー食べたらどうなるか、あ、溶ける、溶けました。あの、綿菓子かと思いました。ここはあの、お祭りの屋台ですか、これは。もう一回。ちょっと半分バージョンでいきます。お口の中がお祭りの屋台だっていうぐらい。これ、本当に社長だってすごいの出すよ、食レポって言ったら。そりゃ出すよ。食レポ。うん。溜める。うん。溜める。まだまだ溜めるよ。まだ大丈夫。全然焦んないで。うん。これドナンのせいなんだよ。ドナンのせい、俺のせいじゃない。あ、そうなんだ。そうなんですよ。練馬のせいじゃない。入りまーす。お皿下げるんで、入ります。イエーイ、お皿下げる、行きましょう。えいよ、DJ マッチビートくれよ。イエーイ、かませよ。お皿下げる前に開けるシャンパン、ゴーケツばかりでなんかえいよ、だけどちょっとでも階段最短距離上がってきて、地方からどの東京、東京のへそ、いつでもバグなビートの上で止まらない演奏、そういうとこだぜシャンパン、新年明けましておめでとうございます。このシャンパンが俺からのご挨拶。イエーイ、誰かこいつが似てるな。だけどお前が似てんのはクレイジージャーニーに似てるゴンザレス。前後上下左右確認360度、あと斜めを確認、斜め360から見た眺めは超いいだけ、人と違う眺めで見た方がいいぜ。お前らがもし人混みの中でしか安心できなきゃアンダーグラウンドに来てみろ、一人の方がいい眺めなんだ。いつでもこうやって斜めの姿見てるぜ、こいつらいつでも怒ったら止まらねえ、こんなバトルライム生み出したあれはなんだ、キングギドラかもしんねえが、今日はジブラアダブラカダブラみたいな魔法かけられるまじないじゃない、マジでこの人たちマジでヤバい。イエーイ、おいよー、ビジドラ、おいよー、ビジドラ。どんなんじゃってじゃないですか。自分はですね、先ほど、はい、お嫁様にですね、はい、連絡しまして、はい、一杯 OK いただきました。はいよ、番組当初の予想通りギリギリですよ、これは。やばい危ないから、だからちょっと決めたい。はい、DOがさっき言ってた、そのドラゴンボールツアー覚えてる、はい、99年、はい、7カ所、はい、俺とゴルゴと DO と宇治で7カ所回った、はい、沖縄で一回さ、はい、やっぱテキーラ飲みすぎてぶっ壊れちゃったじゃんでもうこれは危ないと、明日の広島行きの飛行機乗れないから先に DO 帰れとで戻したら結局 DO ギリギリまで見つかんなかったっていう、あの辺のちょっと面白い、うん、沖縄の街で埋もれてた、先輩に連れてってもらって、うん、もはやもう本当にもう散々ずっとさっき言ったあれだよ、もうマーシャルアーツじゃないけどずっとやってんだ、関節技はもうみんなで決め合ってた、どっちがやられただの、もうなんかずっと待ってるの、何かタイミングを。首里城のアキレス腱固めだよ、スーさん。で、なんだけど、それもっと自分の中から当たり前に出てくるエネルギーに変えるところの革命はあったよね、まず一個ね。で、俺初めてテレビで、あ、これ日本語ラップかっけえじゃんと思ったのは、ダンスダンスダンスって番組が当時ダンスの、まあダダと同じ流れであって、それにクラッシュポスターが出てきた。ムロ君のラップでクラッシュポッセで
ね、あの桶が BDP の桶かなんか使ってて2枚使いで BDP もしかも確かあれね BDP 名義じゃなくてケアレスワンがプロデュースしてるなんかの曲とかすげえそういうもう俺とか当時大好きでしょうがないみたいなやつをいきなり2枚使いでやっててあなんか俺こいつらは絶対なんか趣味とか本当合うと思うんだけどなってあこ いるんじゃんいるんじゃんみたいなすげえなんか思ったのはそこなのね。年は多分あんま変わんないんだけど、絶対的なこの発信してる情報を見る限り、いや、アメリカでこう、英語でラップやってたっていうだけあって、日本語ラップっていうのをこう、ちょっとこう、否定もしくは自分の日本語ラップの方がやばいってスタンスなわけなんで。はい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 。で、自分はね。でもやっぱ、シセダラとかも含め、やってる奴らがいたりとか、まあ大きくわかりやすく言うと、シセダラみたいな人だと、雷みたいな人だから。はい、はいはいはい。もうちげえよって感じで、ぶっちゃけると。ぶっちゃけると、ちげえ、あいつらとちげえって。もうちょっとこう、知り合っていくと、もうちょっと細分化されてもおかしくないジャンルが出てくるっていうかさ。だから、でもここは結果融合してるし、俺がもうこの世界を見た時にはもう、どっちかというと仲間なのかなぐらいに近く見えたんだけどその後の起きることとか、ね、いろんなビーフも含めて、うん、あやっぱそういうもんなんだな当たり前にっていう風な当たり前の確認してるから、はい、この不思議なんですよねこのジブさんの気持ちはなんとなく俺も分かるっていうか俺らもそうだったっていうかこう実際足も運んでも見たし、はいはいはい、でも俺らにもこう俺らの考えがあってとか、はいはい、ただジブさんの場合は英語でやっててあ日本人で他のアーティストでも俺みたいなやついるくせえみたいななんかのも含みつつであると思うんだけど、うん、なんかこうそうじゃなかった人らって何なのかなと思うんですよ、まずうん、ここにこうサバイブさせてもらってるっすよ結構気づいたらタワレコのユーザーさんのライブで一緒ぐらいな感じ、ねうん、俺らの場合は、ね、いろんなことがプレイとか答え合わせ現場でいろんなことをさせてもらっててもでも本当は何なのとかはやっぱいろんなプレイヤーはいろいろやっぱ持っててやっぱ当然必然だと思うんですよ、ね、もちろんね僕恥ずかしいけどこんなあの今までのキャラだとトップやつに生まれてたかもしれないけどもちろんあの雲仙的な曲からあのマント富士から、ね、悪名のあれから、全部みんなさんの聞いてあこういう真っ黒なのあるわけねみたいな感じで、はい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 、僕なんて日本語ラップシーン知らないで入り口があの誘われて入っちゃったんでアメリカのもう詳しくない中アメリカ人がやるもんじゃねえのから入ってるんでギャング思考みたいな黒いもんだろうと思っちゃってたんで一緒くたになんでこう日本語ラップでもこういうのあるのとシテダラパーしか知らないのですごい衝撃だったいろんな角度からさ、はいはいはい、本当にそうやってヒップホップゲットさせてもらってさ、うん、たどり着くじゃんそうだやっぱその年もあるのかもしれないけどジブさんとかリノ君っていうのはこのやっぱその自分の思春期だったりいろんなことのある年の頃に出会ったもともと知り合いとかなんかじゃなくて自分のいる場所で出会ったものがヒップホップだったっていうかってだからこの国にいてヒップホップを始めてるんだよ僕が知ってるあのいいも悪いも全部ひっくるめてこれ草ボケとかでも何でもないボケが始まる前に絶対これは真実としてリアルだったっていうこの現実こういうことがあったっていう歴史を僕がいっぱい知ってるんだよ、ね、レジェンドたちがこう語ってくれてて5年前6年前までの渋谷だったり、はいはい、ヒップホップシーンっていうのを、はいはい、皆さんにも伝えたいし、ね、僕らのヒップホップにいる社会っていうのがどんだけやばいかも僕伝えたいと思ってこういうことやってるんで、はい、そうこれ近日中の放送で、ぜひこの、うん、全部はさんともう一回ジブさんと富士山を迎えて始まんないねこれちょっと深いディープな話言っていいですか、はい、じゃあまた呼んでくれね、はい、イントロ喋ってもらって、うん、あのさらっと5分ちょっと待ってあともう一つだけ最後にやってもらうとさらっと5分延長してさっさとハゲ玉ブリンダッシュ、はいジブの大先輩が来てるのになぜやつが一回もラップしてないそんな不満を持ってるやつがコメントで殺到してるのは俺は分かってるぜ飯食いながら食レポだけどいまいち半分食っちゃってからもうすいませんそんな状況だけども最高マジでここは本当に才能ラップと料理両方とも楽勝で勝利見せるぜそんな感じいつもの通り集まったここコーナーもどんどん即興即興横にいんのは DO だけど俺らは今日まだまだこれがいい方本当はもっと乱れてるだけどそうそれは知られてるそれはこの辺場内エリアから新宿だけどお前らが信じるのがこれが本物のヒップホップ分かるか俺たちはここから一歩作っていっただけどもうその後知ったこっちゃねえお前らが作れだからこの後文化はお前らが噴火させるためにいるぜ宇治がやつが通すねこの筋はウェイヨウェイヨこの筋をそんな感じでまたもアーム上俺は放送禁止だけれどもこっから東京の紳士揃ってるぜ半端ないメンバーこっからここが現場そうだぜ取りで焼き鳥食べながら半端ねえぜそうだぜウェイヨー